20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。喫煙はあなたが肺気腫など慢性閉塞性肺疾患、自覚しおびりになり呼吸困難となり危険性を高めます。へえ、昔こんなじゃなかった。確かに。そもそもいつからこんな書かれとんや。これ昔はね、これそもそもこれがなかったんです。ないね。そうそうそう。なんか今はこれ普通になってきたけど、なんか冷静に考えたら、パッケージデザインの半分文字。この警告文があることによって、このパッケージのデザイン性っていうのが、そう、一応損なわれる。損なわれてますよね。もう良くないなって思って、昔はもっと良かったんやけどなって思って、うん、皆さんに見せたいものがあったんで、ちょ今回、タイマイはたいて買ってきましたと。まあ、5枚ぐらいですけどね。これマジですごいよ。はい。うわー、これすごくない？これヴィンテージタバコたちでございます。いや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 、こんなウィンストン見たことないで。これ多分フィルターよね。ウィンストンフィルター多分。あ、そう、キャスターとか、うん、そう、キャビンとかと統合される前の多分ウィンストンフィルターかなと思う。いや、それこそさ、これ赤丸がもうかっこいいよね。見て今これ、かっこいい。え、めちゃくちゃ変わったな。めっちゃ変わっとるやん。バリバリシンプルやないか。これはあの春道と八重ちゃんの時代でね。いや、ファーストラブかい。桜木花道かと思ったし。スラムダンク喫煙シーンだっけ。ないないない、あんなスポーツ漫画で喫煙シーン出てきてる。で、ラークラークいいね。これこっちの方がいいわ。いいな、これめっちゃかっこいい。ラークポールモールね。ラキスト可愛い。ラキストいいな。うん、可愛いな。全部めっちゃいいな、マジで昔の。で、ここが大阪万博シリーズで、うん、で、この絵が星新一のショートショートってあるじゃないですか。うん、あれの本の表紙のデザインとかしてる人が描いたやつらしい。うん、確かに。そういう世界観やね。ね、うん、まあ、右下にはハイライトもありますよ。そう。てか、なんか、ハイライトこれ、太くない？いや、そう。これ。なんかデブやな。うん、本当に短いんやな、昔の方が。そう、もうわ知らんもんな、このヘラスナンバーワンとか。中華民国の相当杯っていうタバコ。この番組はデジモク、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。やばいだろ、マジで。うん、これ何なんですか、本当に。どこで買ったんですか、これ。これメルカリでね、ちょっと1万8000円ぐらいで購入したんですけど、言うたらこの50年ぐらい前からこんな変わったわけですね。うんうん、で、まあ今なんかは本当に犬猿ブームでさ、うん、どんどん変わっていくというか、そういう激動の時代だと思うんで、うん、なんか俺らもこんな感じでね、こう形残していってますけど、うん、もうちょっと分かりやすく数年後の自分たちにというか、なんか形を残したいなっていうことで、まあ、僕の意見じゃないですよ。僕はこんな意味わからない意見出さないんですけど、タイムカプセル。やっぱね、あのファーストラブに影響されまして、タイムカプセルに入れとったら50年後ワンチャンこう掘り返した時に、あ、50年前こんな感じやったなってなれるんじゃないか。50年後長いな。いや、クソジジイや。75年後にせん。50年前のタイムカプセル掘り起こしてみたいな。まあなんかその価値とかもな。あ、そう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 、上がるかもしれない。そう、値段もどれぐらいになっとるかっていうのもあるし、まあ、あとはシンプルにタバコの値段がめっちゃ高くなった時のために埋めといたら、ああ嬉しいんじゃねっていう。非常食みたいな。非常食みたいな。ちょっと待って待って待って、賞味期限ありますよ。え、タバコって。そうなの。大体1年賞味期限書いてますからね、ちゃんとパッケージに賞味期限。まあ、ただあの結構タバコってあの小さい虫、なんたら虫っていうのが結構よく湧くんですよ。待って待って、それ以上言わんとってもやばいやばい、だから本当に嫌やって。いや、やばいかも。いや、まあ多分未開封で置いとったら大丈夫。でもあれなんじゃない、1000円になった時のじゃない。ああ、まあ1000円になった時にするじゃん。じゃあ1000円になったら掘り起こすタイムパックカプセルね。割と3年後ぐらいに掘り起こすかもしれんけど、まあその可能性はあります。うん、じゃあタバコが1000円になった時の自分に向けての手紙を書いて、タイムカプセルを埋めに行きましょう。埋めに行きましょう。本当に意味不明な企画だよ。右拳周り。さあ、お手紙書いていきましょうか。1000円値上がりしましたね。私の正体は一旦秘密にしておきます。自分にやることじゃない。この時の俺がさ、もしかしたらめっちゃアホになっとって、これ誰から来たのかねってなるかもしれないから、一応隠しとこう。すぎだろ。50年後に開けたらそうなっとるかもしれない。一旦秘密にして、しておこう。ちょっと、こんなこと私してたから。あ、すいません、すいません、僕はニュートリアを捨てて、やば、大丈夫です。書けました。いや、まさかこんな感動長編対策になるとは思わなかったでした。どんどん行きましょうか。はい、2020年12月27日の僕より未来の僕へ。今この手紙を読んでいるということは、タバコが1000円になったということです。現在チャンネル登録者数は13万人弱います。この手紙を読んでいる頃には100万人は優に超えているでしょう。さて、
今パーラメントは580円です。1000円になった今、あなたが吸ってるタバコの銘柄は何ですか？おばあちゃんは生きていますか？死んどるよ。もうやめろ。遺産はもらえましたか？ちょっとかぶっとる。やめろお前、お前こそやめろ。ちょっとかぶっとるし俺って。かぶっとるか。まあこれからも長い人生だと思いますが、引き続き楽しんでってください。以上です。次僕行っていいですか？はい。いいよ別に。タバコ1000円になった時の俺、今僕はハイライトレギュラーを吸っていて、値段は520円です。2022年12月27日年々値上がりが続いているとは思いますが、まさかタバコをやめるなんて愚行を犯してはいないですよね。脅迫状。今は1日何本吸っていますか？80本とか吸ってたらいいな。この手紙を読むとき、フィリップ・モリスは日本から撤退しているかもしれないので、赤丸とか入れておきますね。感謝しろ。これからもお元気でタバコを吸い続けてください。お礼より。うわぁ。やったやった。値上がり後の立ち声、1000円に値上がりしましね。個人な。簡単な個人さん。私の正体は一旦秘密にしておきますね。わかるだろう。今あなたはどんな気持ちですか？今私はチーズフォンデュが食べたいです。チーズはいろんな食べ物に合うんですよ。お肉になって、野菜になって、そしてピーナッツになって。ところでお前今体重何キロ？俺今71キロやねんけど、増えてたら許されへんかな。いいねいいね。母ちゃんはまだ元気ですか？あ、妹は幸せそうですか？セブンスターはまだ美味しいですか？全部はいと答えられる未来であることを祈っています。よし。もうええよ。じゃあタイムカプセル埋めに行きましょう。はい、レッツゴー。レッツゴー。んぎゃ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 。ということで、タイムカプセルをね、上に、純のが親父の私有地みたいなとこにやってまいりました。ということで、ここに、埋めていくんですが、現在12月27日、冬の地面は硬すぎる。マジで硬い。硬すぎやね。いや、マジでやばいですけど、まあ、頑張って3人でちょっと掘って埋めていこうと思います。はい、いや、これ、埋めるのってマジ大変なんですね。埋めんぞ。俺らは。えぐいよ、これ。冬埋めんほうがいいっすよ、みんな。シャレになってない光景やから。はい、じゃあこれね、ダイキで買ってきた瓶。待って、ギリ、ええ待って、怖い怖い怖い、これ無理。あ、いけねー、あっぷねー、よかった。はい、セブンスターハイライト。待って、赤丸買った？買った。あ、分かった。よしよし。で、パーラメントね。で、これを掘り起こすときにはもうなくなっているかもしれない。うん、高丸くん、さよなら。おお。おい、どうですか？めっちゃいいや。え、これいいね。いいな。手紙をちゃんと入ってますよ。よし。じゃあな。また会おうな。1000円なるのは5年後？10年後？50年後？何年後やろな。またな。じゃあな。じゃあな。あ、めっちゃいいやん。あ、誰か童貞もらってくれんかな。ということで、無事埋め終わりました。はい、楽しみですね、これを掘り起こす時が。間違いない、ちゃんと掘り起こせたら感動やな。いや、楽しみやけど、その時タバコ1000円になる、うん、だから来てほしくないっていう、まあ、祈りも込めつつ、これを掘り返す時がないようにという、うん、祈りも込めつつ。どうにもならんけどな、俺らの力では。これどうする、来年ぐらい1000円になったら。もうすぐ掘り返してもらう。もういなんだ。来年掘り起こしても何も思わんけど。あれちゃん覚えとるしな、しかも手紙の内容と。そう、掘り起こすと多分パッケージも変わってないし、うん、5年は経ちたいね。5年は経ちたいね。そんな動画もあったなぐらいはせめてやりたいですね。最低でも3年は欲しいですね。
みんなもやってみてね。誰もやらないよ。チャンネル登録、高評価もお願いします。お願いします。さよなら。綺麗だけど綺麗ないこの時間だけは。愛が止まる灰皿。昨日の自分とは今夜さよなら。もう後悔なんてしないように。吸って吐いた煙に任せ。